はい、エルちゃんラジオの時間です。今回のお話なんですけど、買い物をしてる時に知り合いに会った時の話です。俺はどちらかといえば陰キャの方なんですね。それで買い物をしてる時に不意に声をかけられたら、挙動ってしまいます。一人の時なんかは特にそれが出まして、昨日も仕事終わりにドラッグストアに行ったんですね。そしたらですね、なんか見覚えのあるような人がちらっと見えたんですよ。まあいいかと思って、気にしてなかったらめちゃくちゃ近寄ってきたんですよ。それも一人じゃなくて3人ドカドカドカって感じで近寄ってこられて、誰々さんですよねみたいな感じでいきなり声かけられたからドキッとしまして、振り向いたらやっぱり知ってる人だったんですよ。以前仕事で一緒に働いてた女性の方だったんですけど、どちらかといえばおしゃべりが上手な方で、マシンガントークって言えばいいんでしょうか。こっちが一言喋ったら向こうが2倍3倍違うな、10倍くらいで喋ってこられるような人で、そういう女性の方だったんですね。久しぶりに会ったんですけど、少し見た目がですね、ぽっちゃりされたかなっていう感じになってました。その女性の後ろに2人いたんですけど、その女性の子供だったんですね。2人とも高校生らしくて、男の子と女の子。いやー、何でしょうか。仕事の時はその女性の方だけしか見てなかったので、高校生の子供がいるってなるとなんかすごいびっくりでしたね。ただいろんなことが頭を駆け巡るわけですよ。わ、久々にやったーと、子供でっけーとか、買い物中に出会っちゃったみたいな感じですごいパニックってしまいまして、さっきも言ったように、その人が喋ったことに関して相槌を打つぐらいしかできずに、もう立ち尽くしてるぐらいで、喋ってる時間は5分もなかったんですけど、あんまりコミュニケーションがうまく取れない俺としては地獄でした。本当に仲がいい友達だったらですね、全然気にならないんですけど、久々に知り合いに会ったら人見知りした感じですねが出ちゃいまして、びっくりでした。もう少しうまく対応できれば本当はいいんですけど、なかなかうまくいきませんね。